あっちですよね。うん。まあその道路沿いだからね。はい。そこ行った瞬間も見えますもんね。うん、見える見える。おられあれ拠点かなと思ったら、あれよくよく見たらコンテナハウスだった。はい。で前あの人たちがやってたみたいな、あの一本のトーテムのあれは作りたいね。あの周りにポコポコ、あれ程よい遠さなんですかね。多分ね。あれ置いとけば多分周りに占領されることはないだろうから。はい。プレイヤーはいませんね。いません。何あの拠点。はい、あれですよ、でかいの。すげえな、あれ。前か、あの、もっとでかくなってんな。すげえな。またでかくなってますよ。やべえな。ね、あ。ドリルの音がする。嘘。ドリってるわ。ドリってる？はい。言ってやれ、ドリル野郎があって。あ、豚だ。そう。いていて豚。それが面倒なんだよね。なんか弓矢の音がする。俺です。あ、なんかありそうっすか。なんもなさそう。うわ、釣ってる。とりあえず邪魔なんだよね、あれが、豚が。もうめっちゃ道路に干渉してんじゃん、あの建物。お？いや、あのでかい建物っす。なんかもうよくわかんねえな、形。確かに今、弓矢撃った？はい。あ、なんかもう摩天楼みたいになってますね、あれ。ね、やばいね。あれ別にしてった方がいいのかな。あ、二人じゃきつくないですか。もうちょく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 と立てていけばね。あ、電気ついた。え、あれ明るくなった、気のせい。どこでいいんすか。これなんかめっちゃ捨ててあるけど、これ何。生肉。俺じゃないです。怖い怖いし、すげえ怖いよ。いいな、ドリル。めっちゃ落ちてるな、ここ。何が落ちてるんですか。あの動物を殺した後、剣とか肉とか。ああ。誰かいんのか。いって。イノシシ強え。とかねえかな。危ない危ない危ない、イノシシに殺されるわ。なんもな。なんもないんだよね。この本当になんもないですね。うん、びっくりするないんだよね。なんだこれ。君さんがどこにいるんだろう。今拠点の横の後ろ側の誰？撃たれてる。え？どこだ？道路います今。めっちゃ弓の音する。行きたい。どこだ？大丈夫ですか？やんのかこら。どこだ？え？ペンタだ。ヘイペンタ。あ、殺された。お前また殺しやっからな。待っとけよ。どこにですか？どこにですか？拠点のそのでかい拠点見て、右、はい、右側の方だね。あのクソボケ本当にペンタだったわ。
うぜえ。うぜえなあいつ。写真さん来るまでちょっと待ってますね。あ、それ弓持ってる。あ、銃持ってっか、そしたら。持ってますよ、持ってますよ。あ、持ってる。はい。あの、あれだったらあのパーンってやってくれてもいいけどね、見つけたら。もう。はい。ちょっと弓だけ持っていくわ。それ写真、あの、岩と岩の間のやつが来る、来る時の。うん。あ、あれか。めっちゃ追われてる人がいるから、あれだな、多分。追われてる人がいる？いや、俺死んだよ、もう。あ、待って。なんかあの、でかい建物に一人入ってったんすよね。え？ペンタ、もしかしてあそこ？ガチ？結構笑えないんだけど、そしたら。え、そっち行ったの、ペンタ？名前が見えないからあれですけど、とりあえずプレイヤーが一人入ってたんですよ、その弓なんか。弓持ってた？何構えてた？あ、でもどうなんだろうな。やっぱダメですね。岩の間来たよ。はい、後ろにいます、タシムさんが。わざと音を立ててみる。ちょっと。ほら、なんか生肉とかめっちゃ落ちてんだよね。撃たれてません？撃たれてる。やっぱあの建物の上から撃ってきてるように見えるんですよね、今。嘘。絶対ペンタあそこの持ち主だ。え？マジで言ってる？多分そうですよ。どこにいる？多分ですよ。家の上から飛んできたの見えたんで。気のせいだったらいいんですけど。でも今撃ってたような気がする。はい。どこにいますかね、写真さん。あ、すごい、中入っちゃった、あのコンテナの。ああ、拠点の方行ってる、でかい拠点の方。このでかい拠点。ああ、うお。あいつ銃持ってんぞ。アセットライフルっすね、しかも。うん。絶対もうあそこの家の持ち主じゃん。まずい。近寄らない方がいいかも、その家。何あいつ、ペンタ。え、あれペンタなの？なんでじゃあこの前あんな、は、あれなの？裸で来てたの？遊んでたんですかね。あ、そういうこと？ドリル作んないことにはさ。そしたらあの、じゃねえ、あのでかい拠点の反対側走ってていきませんか、じゃあ。あ、そうだね。反対側じゃないですけど、まああっち側の方面じゃない、逆側とか。あ、でも道路沿いにね、2つぐらい確かあるんだ。あともう1個ぐらいあるはず。何がですか？コンテナハウス。あ、ショットするするね。ペンタだったらどうします？あー、けーでー、ペンタだわ。ちょっと待って、ここ閉めて。いやでも、いや開けた瞬間あれですよね、バーですよね。うん、まあでも痛くはないよ。持ってる？なんかパイセン。俺ちょっと持ってるんですよ。あ、じゃあ直してて。じゃあ俺だけ行ってくるわ。お願いします。何？殺してみろ。おお、お前調子乗ってんな。銃持ってんすか？お前何なの一体？ねえ、何がしたいの？虐殺がしたいんです。あ、そうなの？じゃあしてればいいじゃん。してますよ、だから。だからしてろよ、勝手に。 OK。 うん、なんやねん、あいつ。え、お前日本人なの？ほんで フフフフ。こいつ多分あれだな、俺に殺させて悪評。え？暇やね。うん、暇。さっきね、中国人にね、うん、家をね、うん、取られた。え？あのでかいとこ？
そう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 。え、あれペンタの家？そうやで。一人で作ったの？違うよ、みんなでやってる。何人ぐらいでやってんの？何人やろ、5人ぐらいじゃない？ああ、そうなんだ、うん、でかいね、あそこ。うん、だってサーバーの主やもん。え、そうなの？そうやで。お疲れ様。俺じゃないよ。あ、そうなんだ。中の人。あ、そうなんだ。ちょっと仲良くしよう、今度から。ちょっと僕がちょっといらんことしすぎた。あ、ほんと？オッケーオッケーオッケー、うん、ごめん、悪かった、うん、中国人に怒られたら助けに行くわ。あ、ほんと？あ、中国人は、ね、確かにやんないとね。さっきあ車でめっちゃ引いてたでしょ。マジ？車乗ってめっちゃ引き殺してたよ、この周り。うん、マジ？すごかった。多分僕の味方が引かれてたと思う、多分。あ、かもしんない。あの数字の型とか、うん、結構引かれてた。あ、マジっすか。うん、やばいっすよ、本当に。資源全部取られたから。マジで？どうやって割られたの？うん、C4？ わかんない、僕が。いや、多分家建てて乗っ取られた、横から入って。あー、開いてたんだ、じゃあどっか。そう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 、あの開いてるとこ。あー、でトーテム取られたんだ。ホールは取られなかったけど。いや、ホールは取られなかった、いっぱいあるから。あ、そうなんだ。あ、じゃあ一部やられた感じなの。あ、じゃあちょうど資源のとこだけやられたんだ。そうそうそう、採掘知らず全部取られた。あー、それは痛い。え、ドリル持ってる？いっぱいあるよ。マジで？ドリル、うん、ドリル、僕の、あ、ドリル1個ちょうだい？僕のじゃないよ、だって。あんた、青い鉱石ない？あげたいけど。青い鉱石2つ、うん、青い鉱石2つ？うん、あれ、ドリル2つじゃなかったっけ？でも、ドリルやってりゃ青い鉱石取れるじゃん、あれ。あー、取れると思う。いやけど、全部取られてるから。あー、そういうことね。あー、そっか、そっか、やられたね。青い子、ドリルあったらね、もうこれ勝ちなんだけどね、このゲーム。ね。うん。あっちまで取りに行かないと。うん。そっか、俺。C4 あったら取りに。ん？ C4 あったら取りに行けるんじゃないの？ C4 でもあれが出ないでしょ、なんか、なんとかキャップってやつ。何それ？いるんだよ、C4 作るのに、なんとかキャップっていう部品がいて、それが超レアで、全然出なくて、作れなかったの。うん。ただ、まだ作れた人がほとんどいないんじゃないかな、まだ。C4 ですか？うん。あ、じゃあ C4 じゃないわ。ダイナマイト、ダイナマイト。あ、ダイナマイトはね、いけるけど、ダイナマイトで家割れないでしょ、あれ。いや、ダイナマイトで鉱石を掘った方がいいと思う。ああ、そういうことね。はいはいはい。そうそうそう、雪山まで行って。雪山、そう、雪山なんだよね。そうそうそう。あそこでも、一回行ったら、だいぶあるし、いろんな鉱石見つかるから。あ、本当に？じゃあ雪山行くか。ドリルが作れるから。そうだね、ドリルないとね。じゃあ行ってくる。そうそう、何も始まんないじゃない。うん、そう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 。ペンってペンってこの前さ、日本人じゃないとか言ってたじゃん。あれ、冗談よ。なんだよ。なんだよ。暇だったのかよ。なんだよ。そうそう、今からちょっと役立つしようかなと思って、ちょっと暴言入ってくるから、ちょっと。あ、そういうこと。だって攻撃してきたんじゃん、そっちが。虐殺したかったの、ちょっと。あ、そうなの。まあ、そういうゲームだからね。このゲーム初めて、まだ。アマテラスさんはお宅のところですか？そうですよ。あの人やばいよね。あの人はやばい。あの人200時間以上やってるでしょ、このゲーム。多分やってます。あ、でも入ってるだけで。あ、ほんとやばかったよ、あの人マジで。超怖かった。あ、でも分かった。あの家は全部、うん、あの人が建て張りました。あ、そうなんだ。あ、やっぱそうなんですね。じゃあ俺たちここを拠点、これでかくしていくからさ、あの、うん、ペンタ向こうでしょ。まあ、じゃあ仲良くやって協力しながら、このサーバーの治安を守っていこうよ。オッケー。俺はでも分かんないよ。俺は居候やし、家建ててるのもあの人やし。あ、そうなの。まあ、暇だったらここ来てよ。まあ、俺ら多分夜はいると思うから。うん。アマテラスさんはちょっとどうするか分かんないけど、僕は仲良くします。あ、本当？そうですね。またじゃあ。うん。また。はい。まあ、このゲームのあれっすからね。まあ、趣旨ですからね。どう殺すのか。いや、でも昨日楽しかったよ、俺結構。最後の方楽しかったです。うん。ああ、やって、ゲームやってる感じがしてた。このゲームやってるわーって。いやー、よかった、よかった。まあ、仲良くないでよかった。そうですね。またじゃあ、暇だったら、一緒に遊びましょう。はい、お願いします。では、おーい。さよなら。おーい。